チャオあっちゃんです。2017年、第6回6月のあっちゃんに質問コーナーの第何弾やったっけ、14弾目かな、14弾目多分、はい、14弾目いきたいと思います。間違えてたらテロップ入れます。はい、タイマー30分、30分にセットしました。はい、では行きましょう。ナッツチョコさんのところからです。行きます。どうもどうも、チャオです。はい、質問です。黄色いカゴのことですが、この際捨てる捨てないはどっちでもいいので、ですが、カゴの中身に何が入ってるんですか？汚すぎて動画に映るだけでは判断できないのでとっても気になっています。はい、答えるだけでもいいし閲覧注意動画として映してくれてもいいですよ。何入ってんねやろ、気にしたこともないね。なんか汚いもんが入ってんねん確か。キッチンテープみたいなのが入ってたな、あとない、覚えてない。じゃあ動画終わったら見てきます。で動画にしましょうか、楽しそうやしね。うん、じゃあ動画で公開します。この後動画撮り終わったら撮ってみます。はい、触りたくないな暗い汚いっていうことで入れてきます。はいちょっと待っててね。はい、では次、ペチカラブさん、質問、将来息子さんがタトゥーを入れたいと言ったらどうしますか。息子さんのお嫁さんになる人が腕や足、その他にタトゥーを入れてきたらどう思いますか。2、もし、ミキさんならどう言うと思いますか。はい、まず1番、将来子供がタトゥー入れたいって言ったら、お母さんがお腹を痛めて産んでくれた体で、そこにメスを入れるメスっていうかね、まあ、残る、一生残るもんやねんけどもね、それを、まあ、ファッションで入れるとか、ちょっと軽い気持ちで入れるんやったら、やめとけと。でも、何か思うことがあって、将来それに対して自分で責任持つのやったら、やりたかったらやってもいいと。うん、で、結局、デメリット。お風呂に入れない、温泉に行けない、プールに行けない、あと、一生消えない、うん、そのリスクも話した上で、納得の上でやんねやったら、やってもいい。ただ若気の至りでやるんやったら後で後悔するよっていうお話をして、あとは本人責任で任します。うん、で、息子の嫁にもしタトゥーの人が来たら、別にタトゥー入れてるからってその人が悪い人でもない、逆に言ったらタトゥーも入ってない、髪の毛も染めてない、言ったらごく普通に真面目にね、何もね、何もせえへん、普通見たくれいくらいい人が来ても腹黒い人とか、ね、根性の悪い人、人間性の悪い人はダメです。でも、見た目ね、いくら派手で、もう金髪モヒカンで、変な話、金髪モヒカン、もう顔面入れ爪みたいな人来ても、別に偏見の目では見ない。うん、やっぱり中を見たいね、あっちゃんは。うん、だからそういう目であっちゃんは見ない。で、2番、ミキちゃんやったらどう言うか、同じこと言うと思う。あっちゃんとみきちゃんって結構思考似てるから多分同じこと言うと思う。うん、頭ごなしにやめなさいとかね、頭ごなしにあの人タトゥー入ってるからやめ、彼女としてどうなのやめなさいなんて言わへんと思う。うん、タトゥー入ってようかちゃんと実際会って話して、あ、こういう人だ。逆に言ったらいくら真面目な人でも話した時になんだこいつって思ったら、うん、やめとけって言うかもわからへん。ただ奥さんは、ね、子供の奥さんっていうのはあっちゃんとかみきちゃんが選ぶもんでもないし、あっちゃんがみきちゃんがもらうもんでもない。だから子供がいいと思って一生幸せ。だからどんなね、彼女ができようが、どんな、恋愛しようがね、それは自由。ただ、一つだけ忠告するのは、一生かかっても後悔せえへん人を選びなさいってだけ言いたいなと思ってます。うん、それだけです。はい。で、次、タカさん。まだ上が見えてきてない。もうちょっと待って。いや。あら、スクロールしすぎた。はい、タカさんの、なぜ無意識なのに一口目あむと言わない、一口目しかあむって言わないんですか。毎回口に運ぶたびに言わないんですか。無意識やからやと思います。はい。意識してたらね、まあ、ね、なんかあれかな。あむ。
あ、言わへんかな。あ、ムーのおかしいな、これ。ごく。ごくって意識してるから言えるけど、意識してないから多分アムって一口だけ目言うやと思うね。二口目からは別に意識どっちも意識してないからそうなる。で、もし意識してなかった意識してたら、一口目言わへん時、言い忘れてるとか書いてる人いるけど、言い忘れてるんです。意識してないから言わへん日もあるし、言う日もある。と一口目だけじゃなく、四口目、五口目ぐらいでまた言う時もある。そういうのもあるからね、多分ね、多分というか無意識で言ってるからやと思うんだけど、本人、あっちゃんは気にもしてないし、いつ言ってんのかも、動画見た時に、あ、言ってるわって言われて、あ、言ってるわって思ったぐらいのことで、この前意識して言ってみたら、あの、お寿司だけで、アムタイミングずれたとか言ってたとこあったでしょ。そうなっちゃったりとか、逆に、友達とかと食べに行って、アムって今言わへんだって言われることもあんねんね。それぐらい、一口目アムって言ってしまうね。昔からそうなんよ、これ。これも何回か答えてると思うねんけどね。うん、そんなもんです。うん、だからさ、人の癖っていう、もし、タカさんも、なんか癖あると思うね。鼻触る癖、頭かく癖、腕組む癖、いつもこうやってしかめ面する癖。じゃあなんでしかめ面してんの？なんで腕組んでんの？なんで頭いつもかくの？って言われても分からへんでしょ。それと一緒やと思うね。うん。それだけです。うん。はい。ゆきちゃん、チャオ、チャオです。初めて質問させていただきます。ありがとうございます。昔から仲良くしている女友達が今妊活中です。妊活中なのに旦那さん以外の男性と遊んだらどのように友人にアドバイスしますか。私の女友達は妊活しながら、彼氏と遊んでも平気と言ってます。そこが私には理解できず、妊活という、繊細な計画に旦那さん以外の男なんかいらないって思うのですが、私の友人は見守っててと言い放つばかり。あっちゃんが私の立場だったらどうしますか。で、私の女友達は妊活しながら恋愛をしていきたい。妊活という孤独なきつい現実逃避のため彼氏を作って癒されたい。すべて私が選択したことなんだから見守っててほしいと言います。何らアドバイスしたいと思う私はおせっかいなんでしょうか。これ両面からお話ししましょう。ゆきちゃんの立場でね、見てると、ゆきちゃんの気持ちがすごい正しいし、あっちゃんはそう思う。で、もしあっちゃんももしゆきちゃんの立場やったら、ちょっと待てよって言うと思う。うん。妊活してるっていうのは、旦那さんにも原因あるし、奥さんにも原因ある。どちらの原因あるというか、どちらの原因かもわからへん。両方かもわからへんし、どっちかかもわからへん。それも探りながら、やっぱり子供ちゃんをね、授かるようにお互いがこうね、計画立てて、言ってみたらね、その、妊娠しやすい日に、妊娠しやすいように、ね、大量にね、溜まったものをね、こうね、受精するいう形で計画ってやると思う。それが妊活や。あ、じゃ知らんねん、はっきり言って妊活ね。いや、そんな感じに計画ってやるんやと思うねんけども、じゃそれ以外の時にはできへんのかとか、そんなんじゃなくね。だから一生懸命そうやって、旦那さんの子供が欲しい、授かりたいと思う気持ちがあるんやったら、ゆきちゃんの言う通りやと思う。で、アドバイス仕上げた方がいいと思う。で、やっぱりその、ね、女の人の体っていうのは受け入れ体制側やから、やっぱりバランス崩したりリズム崩すと、ね、妊娠する確率も減ってきたりするし、本当に子供ちゃんが欲しい、健康な子供ちゃんが欲しいっていうのやったら、ほんまはね、その、愛した人以外とやっちゃダメ。やっちゃダメって、ごめん、ストレートに過ぎた。愛した人以外と愛しちゃダメやと思います。で、やっぱり愛した人と愛するからこそ子供が欲しい。でも、愛した人以外の人と恋愛できんのやったら別に、その人の子供生まれたら子供ちゃんがかわいそうやと思う。うん。で、あちゃんも思う。あちゃんも考え方古いかもわからへんけども、やっぱりね、愛した人以外に体を許すのは許されへんってあちゃん思うね。だからダメやって思う。うん。あちゃんはやめとけって止めると思う。うん。で、逆に友達の立場からお答えしたらね、ごめんね、これ変な話。動物の本能としての話をするとね、メスはオス、強いオスを求めます。で、メスは、強い男で強いオスからの
遺伝子をもらって自分の子孫を繁栄したいするっていうのが、ね、本能にあるねんね。だからみんなね、子供を作る、子孫を繁栄するねんけども、その中でね、で見た旦那さんが弱い、あとは、子供を作る力がない、ないとは言わへん、弱いでやったら、もっと子供を作る力の強い人を、オスを求めてる、本能かもわかんない、本能で嗅ぎ分けてんのかもわかんない、だから友達は違う彼氏と遊びたいとか言いながら見守っとけっていうのは、もしかしたら旦那さんじゃない人からでも遺伝子をもらって、子供を作りたいのかもわからへん、それはその人の心、頭じゃなくね、心がね、本能が求めてるのかもわからへん、だから旦那さんはショックやと思う、知ったら不幸やと思う。で彼女、この彼女、友達が、どう考えてるのかわからへん、もしそのね、仮にそういう期間中に違う人と愛してできた子供は幸せになれるのか、そこまで深い考えしてないと思う。すごい不安や、その子供って不幸な身に遭うかもわからない。もしかね、旦那さんにそれがバレてなった時に、旦那さん子供のことを愛されへん、自分の子供でもないね、だから愛されへんで、自分も一生懸命そうやって妊活やってんのに裏切られた気分になる、確実旦那さんは不幸になることによって、奥さんが旦那さん豹変するかもわからへん、ね、ストーカーになるかもわからへんし、下手したら攻撃されるかも、いや下手したらちゅうか確実これはね、DV されるパターンよね、もし子供が生まれて旦那さんと一緒に生活するんだったら、もう確実 DV、 下手したら子供虐待されるかもわからへん。で逆に言ったら、妊活してるにもかかわらず、その女の人と遊べる彼氏は軽い人やってあっちゃう思う、普通やったらその彼氏が、いや妊活してんねやったらやめとけ、ちょっと待てって、旦那の子供産んだんやったらやめとけ、別れんねやったらとかぐらいの気持ちになれるぐらいの男じゃないと確実に遊んで捨てられると思う、そんなね、遊んで楽しいだけで終わることはないと思う。で結局体も心も壊すのは女やからね、だからね、ゆきちゃんの言う通り、本当に彼女のこと、友達のことを思ったげんやったら止めたげた方がいい、おせっかいでも何でもないと思う。ただその時恨まれる、その時喧嘩別れするかもわからへんけども、後々感謝してくれるとあっちゃんは思う、もしこれでね、旦那の子供が生まれりゃいいよ、彼氏の子供生まれたら彼氏ちゃんとそれね、認知するっていうか、離婚してそのね人のことをちゃんとしてくれるか、じゃあそこでね、何の日もない元旦那がね、別れてって言われた時に悲しまへんかってなった時に、誰一人得なことはないと思うよ正直、だからそれをね、不倫ね、妊活中にね、不倫とか遊びでするんじゃなく、旦那がね、生殖能力がない、だから離婚してくださいって言って、その違う彼氏とね一つになるって言うんやったら話は別やけど、遊びでするんやったらあっちゃんは止めてあげた方がいいなと思います。ね、でも妊活中にそういうことでできるっていう神経をちょっと疑うな、まあ神経疑うけど本能からいけそうやと思う動物ってそうやんか、いろんなオスとね、こういろんなオスを探して強い性子孫を繁栄するっていうね。だから猫ちゃんってそうやねんね、いろんな人、いろんな猫ちゃんをこうね、こう探して強い遺伝子をね、求めていく。だからいろんな柄の猫ちゃんが生まれるって言うねんけども、そうやと思う。だから本能に赴くまま生きてはるお友達なんやなって、あっちゃん今この文章を読んだ瞬間に感じた。だから妊活中にね、違う男の人を求めるっちゅうね、本能があるって思ったら、そうかも分かんないなと思った。だからそっちを考え、だから心が、この人言い訳してると思うね、妊活のさ、なんだ、妊活しながら、恋愛していくのが、どこやったっけ、孤独なきつい現実逃避のために彼氏を作って癒されたいじゃないと思う。孤独でも
きついでもないと思う。だから妊活中ってなんていうのかな、エッチなことしゃんでもいいやんか。だから肌と肌の触れ合いしてもいいわけやんか。そうやってやっぱコミュニケーション取って、そういうのの積み重ねで子供できると思う。で、妊活って、これね、前回の質問動画でもちょっとちらっとね、お答えしたところにも、ね、のも被るんだけども、妊活してるからって子供が生まれるとは限らない。じゃあ妊活やめて数年後に生まれるパターンもある。だからそういうのも聞いたことあるから、だからその妊活すること自体で本当に子供が生まれなかったらどうか分からへん。それだったらもっと気楽にね、本当に愛してる旦那さんともっと愛し合えばいいと思う、うん、で旦那さんもそういう事情やったら分かってくれると思う。だからね、その病院から、あ、私妊活知らんよ、でもその、ね、この日この日この日行為をしなさいみたいになってんやったら、それ以外の日は行為じゃんでもいいやんか、別に一緒に抱き合って寝ればいいやんか、そうやって癒されればいいやんか、うん、なんでそうじゃなく違う男を求めるのか、それは単なる本能やってあちゃん思うって思いたい逆に、うん、なんか悲しいよね、友達がそういうことして遊んでた旦那さんもすごく悲しむと思うし、子供ちゃんのこと考えて やれへんと思うしね、もし生まれてくる子供ちゃんどっちのかわからんってなったらもう悲惨な状況もやんかだからこれは止めてあげた方がいいんじゃないのかなってちょっと思いました。本人にさおせっかいと思われるかもわからへん、うん、かばんといて、でも後々分かってくれるとはちょっと思うかな、うん、です、はい次、次行きましょう。土田明子さんって読むのかな、はい、チャオチャオです。すごく綺麗な人で見た目女性に見えて、大島かおるさんと言います。あ、知ってます、はい、あっちゃん昔ブログでね、その子あっちゃんブログのねランキングやってたん、うん、その頃はねまだ女装のブログのランキングやってたけど、その頃にねあっちゃんとかとねランキング争いをしてた、こうやって時々見に行ってた、うん、で今 YouTube でライブやってるよね、うん、あの子はね女性じゃなく性同一性障害でもなく満タクの男の人やね。で、見た目がすごい女の子で、生まれつき女の子みたいな生まれ方がして、で、女装が好き で、お母さんも女装を認めてるんかな、なんかそんなんやねんね。で、お母さんは外国でおって、こっち一人暮らしかなんかしてる子やねんけども、うん、昔からね、ブログとか見たりをしてたしてた、うん。高校時代のエピソードとかめっちゃ面白いね。はい。とかね、まあ、いろんなエピソードを、ね、語ってた子やねんけど、うん、まだ若いよねあの子、うん、ほんまに見た目女の子やねん、うん、そうで、あの格好であの顔立ちで普通に銭湯男風呂行くらしいよはい、うん、かわいい子、うん、です、はい、よく知っております、うん、ゆいちゃん、はい、あちゃんこんにちは、チャオです。もう夏だねってことで、しょうもない質問になるけどよろしくお願いします。はい、夏ですね、はい、行きましょうはい、うちの次男坊高校2年7月から始まる夏の選手権大会、今日背番号5番サードをもらってきました。おーすごいはい、ウェーイウェーイはい、このために暑い夏も極寒の冬も頑張ってきたから、あっちゃんにも聞いてほしかった。はい、頑張ってほしいね。うん。高校2年生か。ねえ、うん。高校野球やな。うん。甲子園行ってほしいね。うん。はい。甲子園行けるときだったら教えてね。ちゃんとテレビで応援するから。うん。はい。で、大会前日はいつもとんかつをあげるんですが、何か他に験担ぎ的なメニューってあるんやろうか。あっちゃんやったら子供ちゃんに何を作ってあげたいですか。またあっちゃんやったら当日なんて声をかけられるか知りたいです。はい。で、甲子園につながる大会やし、お客様も入るし、うん、すごい緊張が伝わってくるので、ガチガチになっていつも心配しています。が、頑張ってなって、こっちまで、緊張が移り、おかしな空気が流れます。個人的なしょうもない質問ですみません。どうもよろしく。いえ、全然大丈夫です。なのあちゃん、すごいこういうね、頑張ってる子をすごい応援したいのよ。だから好き。うん。で、あっちゃんね、奈良県やから、奈良県の、なんだ、地区大会って、橿原球場でやんねんけど、お客さんまあまあ入るん。やっぱり、でもやっぱり奈良県やからしょぼいよ。んで、高校野球やから言っても、普通にグラウンドで練習したり、練習試合するより、爆発的にお客さん入る。で、ブラスバンド部が来て応援大会するから、選手も多分緊張すると思う。で、一発勝負やからね。
一回で決めへん。でその時もうで終わり、まあ、勝ったら上がる、負けたら終わりっていうのがね、地区大会やから一発勝負しかない、負けがありえへん大会やから、あのすごい緊張すると思うね。で緊張したら日頃の練習した成果もやっぱ発揮できへんと思うねんね、うん、だからそこは緊張ほぐしてあげてほしいっていうのもあって、あと験担ぎ的メニューね、結構験担ぎに勝つってよう言われんねんけどもね、とんかつって胃もたれとかもするやんか。だからね、あっちゃんこれ聞いた話やし、聞いてからあっちゃんも実践してんねんけども、あっちゃんレースの時やねんけども、レースの前日やっぱね、弟ドライバーで走らせた時でも前日やっぱりこってりしたもんよりあっさりしたもんだからね、体に吸収性のいいもの、うどんとか粉物、で作ったもの、うどんとかそばとかそういうの食べて、でレース終わったらいいもん食べようぜって言って、うん、だから食べさせた。晩ご飯やったらいいねんけど、朝ご飯なんかやったらほんまにもう軽くバナナとか、もう当日の朝ほんまにね、うどんとかバナナとかで、朝から試合やったらね、バナナとかそういう系で吸収の早いもので消化の早いもので昼からなんかやったらもううどん、昼ご飯うどんとかね、そっち系にやったり、パスタとかにしてあげた方がいいと思うんで、で前日はまあね、験担ぎでとんかつとかでパワーつけるのもいいと思う、お肉とかもいいと思うんだけども、うん、あっちゃんあんまり験担いだりせえへんねんね。うん、だから験担って言うたら担いでるかもわからんけど、そういうね食べ物系で験担いだことはないねんけども、やっぱり、ね、でレースって命がけ、もしサーキットへ送り出したら次帰ってくるかどうかわからへんの、命がけなんね、あれもう次がないねんね、言ってみたら。だからやっぱりね、そういうので目いっぱいやっぱり 100% の力を発揮してほしかったから、吸収率のいいものを食べるようにしてた、うん、で、パワーつけるのにメカニックさんとかにはパワーつけるのにお肉とか食べたりとかね、ドライバーはちょっと控えとけとか、前日お酒控えとけとか、そんな感じやってたけど、原価付き的なもんないけど、やっぱりその消化にいいものっていうのを心がけていました、はい。で声かけるのはね、あっちゃんやったらね、当日声かけるのは思いっきり楽しんでこいって、頑張れとか言うとどうしてもプレッシャーになる、うん、もう次ないねんでとか、これ最後やもってとか言われるより、うん、目いっぱい楽しんでおいでって、食いの残らんように楽しんでおいでとかね、そんな感じにいつも送り出してた。だからいつもね、だからあっちも聞く、野球って自分は小学校の時に1年2年あったかだけしかやってないしやねんけども、で同級生とかがやっぱ野球部とかで行った時に、あっちゃん応援団で学ラン着ておーってやってたりも行ったもう借り出されて行ったりもしててで応援団で行くねんけども、それ、まあ、違うバスで行くねんけども、グラウンド行って試合前になったら声かけてる、楽しんでおいでなっつって声かけんねんけども、頑張れとか言われたら緊張するやん かそんなの流れでレースなんかでもそうやねん、まあ、最後ピットから出す時、最後もう最後の最後でシートベルトにくくりつけてドアバーン閉めたらもう終わり、あとはもう走る缶オケ状態言ったわけあかんけど、もう生きて帰れるかもわからへん状態の時に、最後みんな握手して頑張ってこいとか気ぃつけろとか言うんだけど、あっちゃんはバーンって掴んで楽しんでおいでなっていう、うん、それかな、やっぱ楽しんでおいでっていうのがあっちゃんからの、ね、最高の送り言葉やと思ってんねん、うん、だから今学校行く時もそうやねん、子供に小学校中学校行く時もそうやねん、気ぃつけて行っておいでなって、思いっきり楽しんでおいでやっていつも言うねん、もう口癖のように、うん、だから楽しんでおいでっていうのがなんていうのかな、 100% 自分が発揮できる言葉やってあっちゃんは思ってんね、信じてるからね、うん、だからいつもその楽しんでおいでっていうのが口癖っていうか、もうほんまに送り出す言葉になってる、はい、よかったら使ってみてください。でそれでも楽しんでおいでって言われた本人も笑顔が出ると、言った本人も笑顔になれるから、お互い緊張せえへんと思うんだよね。だから空気がこう和むっていうのかなっていうので、肩すかし食らったみたいに和めたら多分本領発揮できると思う。どうしても緊張するとガチガチになったらね、思った通り体動かへんけど、うん、だからね、緊張をほぐしたる意味も込めてね、笑顔で楽しんでおいでねって言ってあげるのがいいんじゃないのかなってあっちゃん思いました。うん、はい、あっちゃんはそうやって送り出しますね。今年ほんまにね、甲子園出てほしいね、あっちゃんも応援してるね、うん、ゆいちゃんの子供ちゃん頑張ってなでは次、花店さん、質問です。はい、いつも動画を撮っているその部屋ですが、
朝でも薄暗い感じで朝日が入ってないように見えます。そのお部屋には窓がないのですか？それともテレビがある方に窓があるのかな？パイプ棚で高くあったような記憶ですが、窓に塞がれているのでしょうか？私は朝起きたら全部窓を開け、空気を入れ替えるのが日課です。なんとなく閉鎖空間のようで一気集まりそうになりませんか？あちゃんちね、その通り。こっち側は廊下やねん、この後ろ。で、何もないね。で、こっち側は、押し入れと壁があって何もないね。で、こっち側は、隣のお部屋があんね。その隣のお部屋の向こう側が道路やから、大きなサッシ、あっちゃんの背より高いでっかいサッシがあんね。それガラガラっていつも開けんね、朝から。で、空気を取り込んで深呼吸するのがあっちゃんの間に一回ねんけど、本場はね、東向いて、こっち東やねんけど、こっちの廊下挟んで向こう側に東にお部屋があんねんけど、東のそっち側の向こう側の部屋は窓がありません。東にそっちは床の間があって神棚があんねん。で、こっちのお部屋、ちっちゃいお部屋があんの。4畳ぐらいのね、ちっちゃい、あっちゃんの昔の寝室やってんけども、そこのお部屋は窓があんの。普通のサッシの窓があんねんけども、そこにしか東側窓があんの。そことまあトイレにしかないねんけども、東のね、朝日と空気を取り入れられへんねんね、うちのうち。だから、こっち側、北。で、こっちが西。で、北側の空気を取り入れてます、朝から。で、西側の空気とかは取り入れられへんね。窓差しあんねんけども、スチール棚が3本立ってます。で、日本のスチール棚のところに窓があります。その窓のところにブラインドかかってます。なんでかって西日が入って眩しいからね、ブラインド閉めてる。開けたら確かに明るいねんけども、朝からはね、開けてもいいんだけど、風も入っていけへんし、太陽当たると、お人形さんとかおもちゃとかプラモデルとか展示してあるところが色褪せて焼けちゃうねんね。だからこっちもブラインド閉めっぱなしで、いつもLED のランプの蛍光灯で、ね、生活してそんな感じ。だからこっちに窓があるけど、こっちの窓はブラインドこういつも下げるんじゃなく上向いてあげたのだから光反射させて上照らすようにして、で、間接照明じゃないんだけども和らいだ光が入るようにしてる。だから生活する分にはそんなに暗くもないねんけども、下げるとね、光がこう斜めに差したら下向いて照るんね。だから眩しいねんけども、こう逆向き、太陽から反対向きにしたら、なかなか隙間から照りが入ってきゃへんねんけども、やっぱりブラインドやから、紐のこんなちっちゃなとこに太陽の位置でもたまにまともにここ直射にこう食らうときもあんねん。眩しいねんけどね。時たま、この辺光ってる時あるでしょ。あれはそういう加減です。うん、そんな感じで、西日はあまり入れやんようにしてんの。うん、で、昔ね、あっちゃんが子供の頃にお友達の近くの家が火事ってね、それが西日が入って、それが、西側に置いてあった水槽かなんかがレンズ効果で火事行ったんよ。うん、それ聞いて怖がなって、西側の窓はもう閉鎖しようと思って。で、ブラインド閉めたままにしてね。うん、でブラインドも開け閉めするのに、ね、棚の後ろかやから手入るのも狭いとかやからもういいやと思って、だからそんな感じにしてます。またね、今度動画に移しましょうか。うん、前にも一回ちらっと移してんけどもね、うん、質問動画の終わりか、また何かの紹介でまた移すかもわかんないよね。西がそんな感じです。だから、うん、暗く感じるかな。で、行き詰まるっていうか、部屋がね、ここがね8畳で、隣が10畳かかなんかの部屋をくっつけてやんのよ。ふすまで仕切られてるんです。ふすま外してもう2部屋貫通にしてやんのよね。だから結構空気的にはね、よどみがないし、でこっから廊下行く扉もね、扉ガラガラ扉だけど開けてやんのよ。だからいつも空気はね、3階から空気が流れてきてこっち流れる。で、3階の裏の奥のベランダも、夏場はもうベランダ開けっぱで、あこは網戸があるからベランダ網戸閉めて風入れっぱだから、風が入ってこっから下に抜けていくんだよね。だから意外とね、その辺は空気の流れはまあまあできてるみたいです。うん、ただただ夏は暑い、冬は寒い。で、冬寒いからね、こっちの窓、北側の窓は障子閉めて、下側のとサッシでっかいから、すごい寒いねんね、空気が。うん、そんな感じです。うん、ほんだね、障子がちょっと破れてるから恥ずかしくて映されへんからね、また張り替えたら映します。そんな感じです。はい。次、ココさん。はい。あっちゃんちゃお、ちゃおです。はい。あっちゃんの好きな、深田恭子ちゃんが出ている、神様もう少しだけというドラマをご存知ですか？あったね。はい。1998年にやってたドラマで、久しぶりに思い出してみたんですが、すごく感動しました。あっちゃんとみきちゃん思い出しました。
最愛の人を亡くすって想像もできないほど辛いことなんだなって改めて感じたドラマでした。きっとあっちゃんは深田恭子ちゃんのファンだから見たことあると思いますが、もしまだ見てなかったらぜひ見てください。質問なのか、質問なのか際どいコメントすいません。いや大丈夫です。昔そういえばね、やってた頃に見たな、久々に見たいな。どんなドラマ、うろ覚え、金城武しかな、誰か出てた、違ったっけ、はい、なんかそんなんやったね確か。うろ覚え、その頃はね、深田恭子ちゃんはまあ見た、うん、見て、あの片目小さくて、あのあれやなって、可愛い子やなって思って見てた。なんか思い出したら思い出せるような思い出せへんような切ないドラマやったような気がするな。深田恭子ちゃんがあれやね、まだルーズソックスとか履いてたドラマやね確か、学生かなんかの役で見たい。ちょっとこれ DVD 借りてこようかな。ねえ、アマゾンプライムあるかな。見たい、ちょっと調べます。ありがとうね、久々に思い出させてくれて。うん、見ます見ます。うん、まあ懐かしいな。ありがとう。はい。ということでね、続き、また、30分経ったんで次の質問動画で。いきます。はい、ということで今回も質問ありがとうございました。次回ね、ペチカラブさんの、2度目の質問っていうところからいきたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃん、今日じゃ今回のあっちゃんの、2017年第14弾の質問を答え、こんな終わりました。では次回15回に続きます。ではまたね、バイバイ。